こんにちは、アップル信者の元男の子の青木かのんです。アップル、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 アップル。ちょっとアップルさん、勘弁してくださいよ。なんでこの時期に12のさ、新色出しちゃうんですか。最初から出してくださいよ。青木かのんはですね、自他ともに認めるパープル好きということもありまして、なので今日はですね、 iPhone12 パープル、他にもですね、純正クリアケース、そしてガラスフィルム、あとはですね、これ なんていうの、これ充電ドックみたいな、 Apple Watch と AirPods とマグセーフ対応の iPhone12 シリーズ3台同時に充電できるという充電ドック、これですね、開封していきたいと思います。今日はですね、 iPhone12 シリーズのスペックとカメラとかめちゃめちゃ詳しいレビューとかはやりません。なぜかというと、過去に青木は iPhone12 ミニと iPhone12 Pro と iPhone12 Pro Max のレビュー動画出してますので、ほとんどスペック変わらないので、詳しいレビューの詳細は画面の下からぜひそっちの動画も見てみてください。ということで開けていきましょうか。本当にパープル好きなんですよね。高校1年生の時に使ったガラケーが au のやつで紫だったんですよ。これですね。今回はこれちゃんと使いたいんで、使いたいっていうワード言ってる時点でさ、おかしいんだけど、 YouTuber ってそのレビューのためだけに買うって思われがちだと思いますよ。だからだいたい一番低いモデル64GB とか買うと思うんですけども、ちゃんと私は 128GB 買いました。マジで使いたいんで。では開けます。たまんねえな。うわエロいね。いきます。めっちゃいい色。普通にいっちゃったけど、めちゃくちゃいい色じゃん。あ、すげえなこれ。これいいですね。こんな軽いんだ。このサイズって確か 6.1 インチですよね。 6.1 インチサイズのモデルだと iPhone12 Pro の方があると思うんですけど、そっちの方ってステンレスボディなんですよね。だから重いんですけど、こんな感じに、Pro シリーズと12シリーズって重さが全然違うんですよね。だから軽く感じる。いいじゃん。付属品がですね、 SIM ピン、あとは、急速充電対応のライトニングケーブル。これいいな。もうちょっと見くびってたかもしれない。12シリーズってボディがアルミじゃないですか。ステンレスの方がいいのかなと思ったんですけども、これはこれですごいいいですね。わーなんかいいわ。じゃあ開けます。わーこれはこんな感じです。あーこのサイズ感いいな。使いやすいな。うん、片手使いでいいんですね。プロマックスを使ってるんで、普段必然的に両手持ちになっちゃうんですよ。こうやってちょっとこれはいいかもしれない。確かにこんな感じにディスプレイサイズの大きさは歴然なんですけども、ウェブページを見るときとかだとだいたい1行ぐらいしか変わんないんですよ。なんでそんなに大きさこだわらないっていう方は12の 6.1 インチのサイズでもいいかなと思います。側面の雰囲気はこんな感じです。 iPhone12 がアルミ、12 Pro Max がステンレスって感じですね。これ完全に好みですね。指紋の目立ちやすさはやっぱりステンレスの方です。アルミに関しては全然汚れ目立たないんですよね。これはいいなと思います。確かに iPhone12 Pro Max のこのステンレスボディの雰囲気ってすごい高級感あっていいなと思うんですけども、アルミボディの12でも決して安っぽいとかそういうの思わないんですよね。しっかり iPhone のクオリティっていうか、持っててすごい所有欲満たされるような感じはします。メイン端末入れ替えしてもいいかもしれないですね。うわーなんかこれいいな。見とれちゃう。テンション上がりますね。これしたら外観チェックどうぞ。ガラスを貼っていきましょう。保護ガラス貼っていきます。あ、これ便利ですね。ホコリ吸着シート、なんといっても保護フィルム貼りの鉄人ですからね。何を隠そう、私はソフトバンクショップ。あ、やべやべ、剥がしちゃった、やべ剥がしちゃった、やべやべやべ、ちょっと最悪だ。もう最悪。大丈夫だ、まだ大丈夫だ。あ、びっくりした。もう何これ、何ですかこれ、新しい。初めてなんだけど、普通にプリッって剥がしたら、グッってつけるやつ、じゃないの？ちょっともう一回拭かなきゃいけないじゃん、これもう。うわ、もうソーシャルディスタンス。普通の家にこういうのなんであるんだ、みたいな感じで。よく友達が家に来た時に突っ込んでいきます。お願いします。
これが黄金比での針の神だ。これ嬉しい。めちゃくちゃ綺麗に貼れたじゃん。すごいわ。これさ、これラウンドがすごいこう滑らかだから手でこうやって指で当たっても痛くない。あーめちゃめちゃ綺麗、貼ってないみたいな感じですね。このねガラスすごい特徴的なのが M 字ハゲのところがちゃんと全部ガラス一体になってるからすごい綺麗なんですよね。私すごいなんかここを最近思うのが、今iPhone で YouTube 撮影してるんですけど、このインカメで別にプロと12シリーズ性能変わんないですよね。で YouTube って動画撮るときってインカメしか使わないから、ぶっちゃけ別にこっちでもよくないみたいなってなるんですよ。しかも軽いし。じゃあこれ開けていきます。純正クリアケースですね。これ最初出てきたときさ、なんかこの後ろのマグセーフの模様がダサくねみたいな、なんかそういう書き込みありましたけど、なんか慣れましたよね。これも同様ですよね。カメラがタピオカみたいな感じで、これも慣れましたね。これもホコリかぶんないようにしなきゃいけないから。綺麗、あめちゃくちゃ綺麗、クリアいいな。あ綺麗、ボタンの感じもちゃんとこうボコッとなってますね。お尻は大きく開いてる感じです。背面今回この12シリーズからマグセーフついたじゃないですか。こういった磁石でつくアクセサリーとかこうやってつくんですよ。これが便利で出てきたり、これがグイッと回ってこうデスクトップみたいな、これで長時間 YouTube 見ても使えるんです。ちょっとこれ今朝届いたんですけど、アンカーのモバイルバッテリー、これ何がすごいかって、モバイルバッテリーって今までこうケーブルでこうつなげてたじゃないですか。これがケーブルレスで磁石でこんな感じに手軽に充電できるから、これめちゃくちゃいいですよね。いきますよ。パカッ、すごい最高です。いいなこのサイズ。12ミニもあるんですけど、じゃあ最後これ開けていきましょうか。ガジェットの開封レベルこんなに緩くやってるの初めてかもしれない。うわすげえ、めっちゃすげえ。これがあれだ、お兄さんで、うわめっちゃいいじゃんこれ。アップルウォッチも、うわ最高、これ最高だ、最高裁判所だな。でエアポッツ、おい、これでもう最強です。場所食わないですもんね。めちゃくちゃいい。おしゃれすぎないこの色。確かにパステルなんて女性受けはもちろんなんですけど、男性でも良くない？これ男性でもいいよね。全然昔の私だってすごい好きだったんで。パープル面白くないな、全然面白くない。私こんな面白くなかったっけ。ワードチョイスが全然うまくいかないですよね。今日調子悪い、いつも通り。ではですね、このままだとレビュー動画としてやばいと思うんで、最後に12 Pro と12シリーズのスペックを簡単に比較したいと思います。まず値段なんですけども、こっちの方が安いです。 2,3 万円ぐらい差があるんですよね。スペックに関してですけども、この12シリーズと12 Pro に関してはカメラの構成が違います。望遠カメラが12 Pro にあるんですけども、こっちには超広角と普通のカメラっていう感じで、確かに望遠カメラはあった方がいいっちゃいいけども、そんなに重要じゃないかなって。どっちかっていうとこの超広角カメラ、バッとこう広い範囲を近い距離で撮れるっていう、それが一番のメリットだと思うんで。あとはですね、重さなんですけども、12 Pro シリーズよりかはこっちの方が全然軽いです。握った体感も結構違うんですよね。あとはカラーラインナップなんですけども、こちら12シリーズがこんな感じです。プロシリーズはこんな感じです。プロシリーズに紫出たらいいなって思うんですけど、ということでですね、今日はかなり緩いレビュー動画になったんですけども、12シリーズのレビュー動画私4本ぐらい出しましたよ。12シリーズって全部スペック一緒なんで、基本的に4回同じことを言っても見飽きたよーって言われちゃうから、今日はこの新色にフォーカスしてレビューをしました。個人的にはすごい私は気に入ります。なんか弱いな今日、やばい。ということで今回の動画が少しでも楽しいって思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、 TikTok もありますので、そちらも画面下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。